民主党の失敗、反省してますか？本当にありがとうございます。全くもってその通りだと思ってます。ですから、十数年経ちましたが、今なおですね、やっぱり当時の民主党政権が十分有権者の皆様の期待に応えられなかったこと、これは今もってなお本当に申し訳なく、情けなく、悔しく、またみっともなく、本当に痛切に反省してお詫びしたいと思っているところです。私は昔イギリスに1年いました。はい。でそこは議会制民主主義の発祥の地なんですね。それであそこにはこういうことわざがありまして、野党が奪うものじゃない、政権は与党が失うものだ。まさに民主党政権ができる前の自民党、安倍さんから福田さん、福田さんから麻生さん、もうあの時の自民党はもう無理っていう感じでしたよね。ですから自民党が自滅したんです。で民主党政権になってもやっぱり総理大臣をお務めになられた福山さん、菅さん、野田さん、もう、野田さんなんかはまさにこの地元の方ですけれども、民主党が自滅したんです。自民党が奪ったというより民主党が自滅した。ですから当時の反省、私は実は早い頃からそう感じてたんですが、やっぱり官僚を敵視したい、あるいは普天間問題も非常に難しい問題なので簡単に解決できるかのようなことを言ってしまったり、あるいは尖閣問題をめぐって日中関係が大混乱に陥、あるいは公約してきたはずのことが実現できずに、約束していなかったはずの消費増税に踏み切ったり、ちょっと政治になってないという、政権運営になってない、もうはっきり言えます。日本を良くしたい。